はい、どうも、おっさんです。今日はまた 3D プリンターを使ったちょっとネタを紹介したいと思います。今日は、自分のっていうよりは嫁のなんですけど、キッチンのゴミ箱を、嫁が買い替えてですね、こういうゴミ箱ですね。ケユカっていうところのゴミ箱ですね。このアロッツダストボックスプッシュホワイト。これを買ったんですけど、で、ここ写真にある通り、キャスターをつけて転がすことができるんですけど、もともと入ってたゴミ箱の代わりにこれを入れてるんですけど、ゴミ箱を入れるところの上にですね、棚があるので、ここの高さが決まってるというところに入れなくちゃいけないんですけど、ゴミ箱の高さが結構ジャストで、キャスターをつけるとですね、上の棚に当たってしまって、で入らなくなるっていうのがあって、キャスターをつけることができませんでした。で、これなんだ、キャスターなしの場合は、こういうゴミ箱ですね、なんですけど、やっぱりこう引きずるしかないんですよね。床もちょっと傷つきそうだし、こう滑りがいいわけでもないので、あんま良くないなみたいな感じになってて、何でもいいから、ちょっとキャスターをつけたいなというのを思って、今回、その 3D プリンターを使って、キャスターをつけるということですね。で、一般的にこう、なんだ、100均とかでも、あとホームセンターとかでもあるんですけど、これのちっちゃい版のキャスターですね、があって、それをつけてはいたんですけど、正直言うと、このゴミ箱って、前後に出すぐらいしかほとんど動かす用途ってないんですよね。うちだとこう棚の下に入っちゃってるので、引き出して捨ててまた奥に戻すっていう風なんですけど、そう考えるとこの前後移動だけでいいなというところで、先ほどのようなこう回転する足である必要がないということですね。左右にこう動かす用途がないので、理想としてはこれダイソーの商品ですけど、こういう、前後方向にしか転がらないタイヤを、タイヤってなんだ、キャスターですけど、これ正直言うとちょっとタイヤって言ってるけど、タイヤ部分がこうちっちゃいので、もうちょっと本当は大きいといいなと思ったんですけど、理想的に言うとこういう前後に動くだけのやつをつけたかったということなんですけど、ただこれ底の部分がですね、こうちょっと見づらいかな、こういうふうに外周ってなんだろうな、こうどうって言ったらいいんだ、かつてこう高さがこう難しいな、高さがあるんですよね、ここに。なので、このさっきのキャスターを例えばこうそのまま入れた場合にこう埋まっちゃうということですね。嫁も最初にこういうのを見つけて、これがいいだろうなと思ったけど、高さがないので、先ほどのゴミ箱の底の部分に埋もれてしまって使えないんで、これは選ばなかったっていう風なんですけど、これあれですよね。僕がこれを買ってきて、これでいいじゃん、これで。前後に置くだけやし、思ってたやつ、こういうやつやんって言ったら、でもそれつけると、ゴミ箱の底に埋まっちゃって、キャスターとして使えないじゃんって言われるんですよね。だから分かっとるわいっちゅう話なんですけど、簡単に言うと、こう買うときに、形的にはこれでいいけど、高さが欲しいなと思ったんで、3D プリンターで、なんていうのかな、下駄を履かせて、高さを出せば、キャスターとして使えると。しかも、ゴミ箱の上に棚があるので、その棚に当たらない高さにしたい。かつ、ゴミ箱からは、本当にちょっとギリ出るぐらいの高さに下駄を履かせればいいなというので、こう高さの調節も自由にできるということで、そこをですね、3D プリンターで作って、このゴミ箱にこのキャスターを取り付けてやったら完璧じゃねえかということで、今回 3D プリンターを活用しておりますので、紹介となりますが、もう今回はですね、もう作っちゃってるので、実際どういうものかっていうと、こういうですね、本当高さを出すだけのものですね。ちょっと本当プリントをしたまんまなので、適当に外して、
まあ、一個一個はこういうものですね。で、ここにさっきのキャスターをつけてやるという感じなんですけど、まあ、実際作るか。100均便利ですね。まあ、こういう、ぶっちゃけると、ここのキャスター部分も、3D プリンターで作りゃええやんって思ったんですけど、車輪を固定するところとか、その車輪の綺麗な円とかっていうのを作るのが、ちょっと若干、層の向きとかも考えてね、耐久性とか考えると、3D プリンターで、例えばね、さっきの車輪もこうやって車輪を積んでって、こう円で積んでってやると、最後軸の部分、プリントしづらいとかですね。で、なんかないかな、これでいいか。こういう車輪で、ここに軸がこうやってあって、これをこうやってプリントしていくと、それはそれで今度、こういう円がきれいにできないとかあるので、なんかそこのキャスター部分を 3D プリンターで作るのはちょっといまいちだよなとかって思ったんで、キャスターの部分だけは既製品を買ってきて、融通が効かない部分を 3D プリンターで作ってやるというのが今回のやり方です。で、まあこれが、さっきのダイソーのキャスターですね。ちょっとボケちゃうけど、まあこれと、でさっきのこうプリントした 3D プリントで作ったこの下駄の部分ですね。これを、まあこれなんかネジ穴がついてるので、こっちもネジで固定できるように穴をつけてます。これをこうやって組み合わせると、ネジ止めしてこういう高さが出るキャスターになるという感じですね。ネジは正直ホームセンターに行って買ってくださいって感じなんで、多分200円ぐらいですかね。これ確か20本入りで200円とかっていう、ちなみにこのサイズを見しておくと 3.8 の太さかける 16mm の長さのネジにしました。まあ、同じ長さであれば形は特に問わないとは思うんですけど、まあそれぐらいのやつですね。これ下駄もなんか高さどんなもんにしたか忘れちゃったんですけど、まあ、あとはこれこうネジで固定してやって2本ですね。ういういうい、あよいしょ、まあ、これで一つ完成ですね。で、これを4つ、まあ、先ほど、これ1台分ってなんだ。1台分ですね。ゴミ箱1つ分で作ってるので、で、うち今ゴミ箱これ4つあるから、16個作ってます。ネジはこれだと、1つのゴミ箱につき8本いるので、まあ、ゴミ箱の必要な数かける8ですね。は購入が必要ですけど、まあ、これでできたので、あとはこれを、ゴミ箱に固定するだけということです。で実際これ高さ合わせると、ここにこうガチャンって貼っちゃえばいいんですけどね、まあ、両面テープで貼るか、僕はめんどくさいのでグルーガンで貼り付けました。こういう感じでこうギリギリ、こっちがいいのか、こういう風になってこうギリギリじゃないけど、ある程度高さが出るようにはしてます。まあ、これで4つつけるとキャスターになって前後に動かすのが楽ちんになるということですね。まあなんだこれ、ちなみに、ああそうなんですよね、ちょっと正直言うとびっくりしたんですけど、このゴミ箱1つ4000円すんだと思って、嫁に値段は聞いてなかったんですけど、ゴミ箱で4つ1万6000円、まあまあすんなーって。まあただあれですね、きっとデザインとかサイズとか使い勝手とか、まあいろいろ考慮した上で嫁がこれがいいと言っていて、キッチン周りに関する意見はですね、もう嫁の意見を優先していて、僕は口を出さないようにしてますので、そこはもう嫁のセンスまたはこう選択に任せてるというのとこで、まあそんだけしたんだっていうところはありますが、
まあ実際使いやすいんでいいかなとは思ってます。まあこういう風ですね。だからこう上がなければ氷でよかったんだけどな。あの我が家はここにこう、ここの上に棚があるので、この棚の下に入れたかったから、どうしてもこのキャスターが、純正品が使えなかったということです。ついに出会えたと言われ続ける経由か、キッチン用ゴミ箱らしいですね。まあ人気なんでしょうね。アロッツダストボックス。うん、こうなんかプッシュするとパカーンって開くやつですね。ああ、まあそうですね。こう、蓋の開き方はこう、蓋の開き方はこういう風なんで、まあ変にこう、こっちから開くやつじゃないみたいなとこはありますけど、まあまあ、まあそういうことですよ。キャスター4個入り400円。まあ、そうですね。このキャスターの方が純正品かつ、まあ結構作りもちゃんとしっかりしてるのと、車輪ですね。この車輪が大きい方が、デコボコに対して強いので、まあ本当はある程度大きい方がいいんですけど、まあこれはですね、結構この角っこにぶっ刺すっていう風で、まあ、あと難点はあれだったな。その、我が家のゴミ箱を入れるところが、まあ4つ今並べてるんですけど、本当にこうジャストサイズすぎて、車輪をつけるところがですね、見えないかもしれないです。この子端っこなんですよね。本当に角っこにこうぶっ刺すってなってて、もう車輪がちょっと外に飛び出るっていうのもあって、まあ高さ云々もあるんですけど、その幅としても、キチキチに入れたいところに対して、まあこれはみ出るのかはみ出ないのかちょっとよくわかんないけど、まあ、若干はみ出るんだろうな。全体はこう蓋の方がね、最後一番端っこのになるので、実際はキャスターは中に収まってるかもしれないですけど、まあ高さ的なところの問題とかですね、があって、ちょっと我が家はこの純正のキャスターを使わずに別の商品を使って代用したということになります。まあ普通は多分あの先ほどの純正キャスターを使うと思うので、あの正直こんな需要があるのかどうかっていうのはあるんですけど、まあただこういう、先ほどのこういう既製品のこういうね、100均とかまたはこうホームセンターとかにも売ってると思うんですけど、こういう既製品キャスターと、別の商品と組み合わせて使うときに、高さとかどうしてもマッチしない部分のサポートとして 3D プリンターを活用するとより使いやすくなるかなっていう一つの案として今回はご紹介しました。あとグルーがね止めるか両面テープで止めるかはちょっともうあるけど、まあ、そこまではちょっと動画にして紹介するほどのことでもないので今回は割愛しますけれども、これぐらいのプリントでもちょっと時間かかっちゃうんで、これで5時間ぐらいは使っちゃう気がするんですけど、まあ 3D プリンターはプリントボタンポチッと押したら後は勝手に作ってくれるので、まあ、他ごとは別にできるから、まあ時間かかるよっていうだけで、あとはね、この大きさも全て同じようにきっちり作ってくれるというところもいいかなと思います。だから今回そうなんですよ。だからこれが16個必要だったから、まあある意味大量生産じゃないけど、家庭で作る分にはなんか、あのオリジナルの一つのものを作るっていうよりは、若干大量生産気味になっているので、まあ同じものをね、あの毎回こう寸法を合わせて、例えばこれを木で作るとかっていうと大変ですけど、まあ 3D プリンターだったらこの1個データを作って並べて、まああとはプリントするだけなので、そういった点ではすごい便利だなと思います。いや本当 3D プリンターもなんかクリエイティブな人にとってはいいおもちゃなんで、あの個人的にはおすすめです。はい。というわけで今日は男性陣には多分需要がないんですけど、ね、キッチン周りのあのお気に入りアイテムとかを使いつつ、ちょっとしたね、同じようにこうキャスターが使えない問題とかですね、あのキャスターついてるのは結構あるからね、あのそういうのにちょっとこうひと手間加えるとより便利になると、喋れてないですけど、まあそういうのを紹介しました。はい。その他、まあ、3D プリンター関連の動画が多いとは思うんですけど、あのノージャンルでこのおっさんの気になったものとかを紹介したりとかでしてますので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、あとはその 3D プリンターとかその他動画がいくつかありますので、よろしければ参考にしてみてください。じゃあ今日は以上で終わります。バイバイ。